目の上にも親指と腱鞘炎になってそうですね。よろしくお願いします。あら、ずれ込んで写真撮ったんですか。わかんない。多分忘れあ、忘れてもらおうやっぱりね。写真やっぱりいきます。お願いします。はい、チーズ。はい、はい。こんばんは。今夜も数あるラジオ番組から FM ギノワン飛行機アイランドをお選びいただき誠にありがとうございます。当番組はかりゆしエア提供による航空系情報エンタメラジオ飛行機アイランドです。今夜の71便のクルーは私近藤とアシスタントの鈴と激太り中のミキサーの翔也です。はいあ、そうだ、俺今日もごもごしてたよ聞こえづらかった。なんて激太り中ですね。激太り絶賛毎月 1-2kg ずつ。激じゃなくない。いやもうやばいんですよ。いやでも毎月 1-2kg って激激激っす。ああそうなんだ、やばいっす。いやでも俺もあの沖縄来てこの4年間で約 10kg 近く太ったよ。でもさ、うん、1-2kg 増えるけどまた減らん。今順調に増えてる、うん、増え続けてるマジか。だからちょっと今週から、うん、先週からだ、食事生活を整えてるんです、うん、あ仲間やね、はい、仲間やね、うん、いやほんまね、なんか俺フォンドリーの子大体あの体重60、まあ、切るか切らんかぐらい。身長何センチ。177。177の平均が 何キロ、まあ、60ぐらいだね、うん、でたまに60切ることもあったね、うん、で沖縄来て来て直後だから50一番痩せてて56で、あ、やばと思ったことあったんだけど、今66だったからね、びっくりした。増えてるね、うん、でも、なんだろう、沖縄移住系のブログ書いてる人が、うん、沖縄に来たら太るみたいな記事書いてて、うん、で、うん、ほとんどの人があのそれ太ると思う、反応して、うん、あ、俺も太った俺も太ったみたいな、うん、あ太ると、あと、うん、沖縄に来ると毛が濃ゆくなるんじゃん、うん、どうだろう太る関係ないけどね、肌が黒くなったけどねそう、ほら日差しが強いから、うん、なんか皮膚を守ろうとして毛が伸びると聞いたことがあるけど、もう全然毛伸びない今からじゃん。いや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 毛が多分俺はよく縮れるんですよ、うん、パーマみたいに、うん、バイクとか乗ってると、多分それで
冷えてまた生えて太陽暑いって言ってまた、まあ、あのなぜかあれですね、初っ端から沖縄濃いネタみたいな、うん、そうだね、沖縄濃いネタ全然飛行機関係ない今週のテーマは、今週か、うん、この、ゴールデンウィーク中5月5日に、中国で初飛行した、中国製 の旅客ジェット旅客機 C919、まあ、これを中心に中国製の、旅客機や航空機についてちょっと取り上げていきたいなと思います。ただいまの沖縄那覇の天候は晴れ、気温は27度との報告を受けております。わずかなひとときではございますが、今夜も最後までお楽しみください。当番組は 79.7MHz のほか、サイマルラジオやツイキャスやユーストリームで聞くことができます。ツイキャスでは番組へのコメントもできます。またコメントはメールも受け付けてます。宛先は island@fmginowan.com、island@fmginowan.com です。飛行機アイランドは空撮をもっと身近に、かりゆしエア、航空ファンが集まるお店、那覇市栄町航空バーノッチフラップの提供でお送りします。はい、それではツイキャス皆さん、はい、いつものリスナーの皆様、早速来てますね。こんばんは、はい、空軍1号さん、アルファウィングケインさん、ドリフトダウンさん、皆さんこんばんは、ありがとうございます。アルファウィングケインさんから、久米島の天気の方来てますね。天気は曇り、気温は26度、南南西で風速4メートルとのことです。ということで、やっぱだんだん暑くなってきてるね。うん、そうだね。梅雨入りするの、そろそろ梅雨入りじゃね。なんかしたって聞いた記憶もあったけど、まだしてないらしいですね。今週ちょこちょこ雨降ってるし、明日も雨だしね。うん、一時的になんか梅雨入ったかなって感じはあったけども、うんうん、入ってなかったみたい。ああ、多分そろそろ入りそうという話はあります。まあ梅雨に入ってくれるとね、またダムがね、この間北部ダム見た時結構水少なかったし。今年あんま雨降ってないかも。降ってないね。なんか長時間降る雨ってなかなかなくない、うん、降ってやんでが、そうそうそう。てか、あ、雨もだけど台風来てないよね。また来てないね。ここ2年ぐらい沖縄本島台風来てない、ね、去年も少なかったし、ね、うん、そうだね、まあ、来てないというか本土の基準からしたら多分来てることになるんだろうけど、うん、沖縄基準でしたら全然、ね、まあ、来ないとまた大きなやつがドンと来るのがすごいや。そうそう、うん、だったらもうね、いつもの通り月に1回ぐらい来てほしいっていう月に1回まあ、ね、うん、仕事休めるしとかだ、ねだね、って思ってる人もいるかもよ。私は思ってないよ、ちなみに。お、私は思ってないけど、そう思ってる人もいるのかな。いますね、翔也くんとかね。いるよね。ただ休めないんですよね、自分の場合。あ、分かる分かる。休みたいんですよ、休めるものはね。まあね、本土系というかね、全然沖縄の台風のことをよく分かってない人たちだとね、平気で出勤させるとか。飛行機は休めるでしょ、台風の日はね。いいよね。あ、でも結構ギリギリまで頑張って飛ぶ航空会社。飛ぶ意味が分からん。うちのあの翼ってロゴ書いてるJTA さん、ギリギリまで飛ぶの。日本トランスオーシャン航空さんは、うん、結構台風の時でも結構ギリギリまで。嘘でしょ。飛ばす、要は他の会社がこう諦める中、ギリギリまでこう粘るみたいな。まあ仕方ない時もあるけど、いや私乗りたくないな。まあ台風近づいてる時だよ。さすがに台風上陸したら離発着できないけど。まあでも風強いじゃん、それにしても、うん、だから、ね、結構ギリギリまで、ね、頑張るっていう。もちろん安全優先だけどね。まあそうだけどね、うん、という感じで、はい、まあ、でも本当降ってくるけどね。本当だね。そう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 、だから暴風警報出ずに強風ぐらいが一番嫌だけどね。うん、この雨だか出勤仕事しないといけない。中途半端な感じ。そうそうそう、うん、ただの嫌がらせぐらいの。そうそうそうどうせなら暴風になって来いよ、うん、そうですよね。はい、飛行機と関係ない話をだいぶやってしまったけど、ね、はい、ではニュースに行きましょう、うん、いつもの、今週1週間の航空ニュースアクセスランキングですね、はい、1位、美保基地航空祭、ブルーの展示飛行後に YS11 が、最終展示飛行。2位、航空自衛隊2017年度の、ブルーインパルスと航空祭の一部日程を発表。3位、5月5日の岩国航空基地フレンドシップデー、来場者数は21万人。4位、イタリア、カメリ FACO 初の F35B をロールアウト、8月に初飛行へ。5位、
羽田エクセル東急、航空評論家講話、機体工場見学宿泊プランを販売へ、6位コマック、C919 初号機で初飛行上海、プードンを離陸し約80分、7位、ポルシェカイエンエールフランスの A380 をトーイングギネス記録に、8位シンガポール航空サンフランシスコ線の A350 直行便を、バイオ燃料で運航、9位ブルーインパルス5月4日と5日の岩国での展示飛行は、3時45分から、10位レッドブルエアレース、千葉2017冷戦22型が、展示飛行へという感じで、なんか今回ね結構個人的に面白いなっていうあのニュースがいろいろ出てるんだけど、うん、まずね、そうだ、先にこっち行こうか、5位の、羽田エクセル東急、航空評論家講話、機体工場見学資格プランを販売へという、羽田空港内に、ホテルが羽田エクセルホテル東急というのがあるんだけど、そこが、航空評論家の講話&機体工場見学の資格プランを、まあ、販売するよう、まあまあその名前の通りなんだけどね、うんうん、これ結構、うん、面白そうだなと思って、うん、楽しそう。これは関係ないんだよね、なんか制限があるわけでもなくて、うん、まあ普通に、宿泊プランの一つとしてっていうことなのかな、限定的な感じなんですか、うん、あ、いや多分こういう航空評論家の講話、まあ、そういうイベント用意してついでに機体工場見学もしてその後泊まってねっていう感じかなと、ごめん、この先をあの記事読んでないから、うん、なんと見えないんだけど、今回の書いてない、うんうん、これはちょっと気になるかなというので、その次がですね、7位、ポルシェのカイエン、まあ、スポーツカーね、うん、でエールフランスの A380、今のところ世界で一番でかい旅客機をトーイング要引っ張った、へえ。車でポルシェで、そうポルシェのカイエン、カイエンってどんな車なの、まあ、まあポルシェのスポーツカーで、重量285トンのエールフランス A380 をトーイングしギネス、世界記録を更新しました。へえ、そんなことしたんだ、うん、面白い。で次もこの8位、シンガポール航空のサンフランシスコ線の A350 直行便を、バイオ燃料で運航と、うん、でもバイオ燃料、ちょっとここのバイオ燃料がどういう燃料か分からんけど、一時流行ったその植物とかのサトウキビとかのありましたよね、うん、でもなんかそういうの燃料使ったら逆に今度は食料生産の方がうんうんみたいな話聞いて、結局あれはダメになったらしいんだけど、これがどういう燃料か分からんけどね、元が何か分からないってことなの、いやただその植物性の燃料を使うのはいいんだけど、それは今度は食うものが、そうだよね、うん、食うものがなくなる限度があるよね、そう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 、っていうので、うん、うん、っていうか、あ、ドリフトタウンさんから、うん、あれそういえば今日沖縄にいなかった気があって、いやいや今日はもう一日沖縄にいました、はい、近藤さんのやつなんだこれ、うん、で、いろいろ渋滞とかに悩まされておりました与那嶺氏から、ポルシェのカイエンは、斉藤佑樹が、欲しい車ですで、斉藤佑樹って誰、知らない、野球選手で若い人だよね、八王子じゃないですか、ごめん、そういうネタ全然わかんない。で、ちょっと最後に撮っておいた気になるニュース、気になるというか、5月5日の、岩国航空基地フレンドシップで来場者数は21万人ってやつ、本土の方、本土に、米軍海兵隊 の、航空基地があるんだけど、要は、まあうん、普天間基地みたいなものね、うんうん、で、まあ、そこで毎年子供の日に、基地開放して、まあ、いろいろ航空ショーとかやってるんだけど、それが来場者数が21万人、うん、こうやって基地がある町の人口よりも多い人間が集まるわけね、1日に、ね、20万人てか、1日で、1日で、まあ、仮に、この20万人の半分の2万人にただ1000円ずつぐらい何か金をもらえるような、まあ、商売でもしたらそれだけでも、ね、で要はさ、沖縄にも、まあ、普天間基地、嘉手納基地とかあるんだけど、うん、一応、まあ、開放日普天間とかもやってるわけね、普天間フライトラインフェアというの、うん、大体毎年6月にあるけど、まあ、今年はちょっと理由は分からないけど中止になった、うん、でまあまあ、普天間は難しいかもしれないけど、例えば嘉手納とかでさ航空ショー付きの、基地開放とか
やったら観光客めっちゃ来るんじゃないかなと思うんだけど、まあ、もちろんね、いろいろそれは騒音とかで問題もあると思うけど、うん、まあお金儲けの、まあね、お金儲けの日になるって考えたら、うん、逆にそういうのねあっても面白いんじゃないかなっていうのを、うん、一度あの地元の、まあ、沖縄市の議員さんとかにこういうのやったらどう提案するってこと、うん、こういうのどうですかみたいな、うん、だってあるじゃん、本土から沖縄もいいよね、うん、いろいろ上がるよね、そうそう、で、まあ、20万人分のまずあれじゃん、あの宿泊、要はあのホテル業界儲かる、うん、で、まあ、飲食業界も、まあ、その分ね、儲かるしね、うん、一石二鳥、多分1日来てからさ、多分ホテル代とかあの食事代、まあ、レンタカーとか使って2、うん、3万ぐらい使うんじゃない、うん、で、仮に10万人来たとしたら、30億、うん、3万使ってるしね、すごいよ、それだけの経済効果があるんだよ、ね、1日騒音が、まあ、1日とか普段から騒音あるけどさ、沖縄そう考えたら、うん、稼げる島じゃん、ね、だけどなんかあんまり稼げないイメージがあるんだけど、ね、もったいないね、うん、こういうの使ってみたら、あのやってみたら、ね、そうだね、いいかなと、でもそれを通すのには一応いろいろ問題が出てくるから、ね、まあね、そんなに簡単にできないって、うん、まあ、なんかあるんだろうね、うん、と、言うのは簡単だけどね、まあ、ね、というのをちょっと批判覚悟でちょっとあの言ってみましたということで、はい、じゃあ一旦CM の方行きましょうね、お聞きの番組は FM ギノワのスタジオから生放送でお届けしている飛行機アイランドです。はい、今週のテーマはですね、先日5月5日に初飛行したあの中国の、国産ジェット旅客機 C919 の話題を中心に、中国製の旅客機航空機について取り上げてみたいと思います。なんか2回連続で、先週もドローン、まあ、どっちかというと中国の話題だったけど、うん、ね、2回連続で中国の話題って、お前はあの中国共産党の広報官かよみたいな、うん、言い過ぎじゃない2回でちょっとなんか天狗になってない、中国から、いや別に、いやいや違う違う、ね、別に中国共産党の宣伝してるわけじゃないよみたいな、うん、ね、お金もらってないよみたいな、2回だけでそれを言い過ぎだよ、せめてさ、いやいや、あと3回 よく言われるさ、ね、こう中国のこと持ち上げたら一部の人たちからお前は批判される、中国共産党のスパイかみたいな、うん、そんなことないよ大丈夫ですよ、まあ、それはいいとしてそれはいいとして、まあ、なんだろう、まあ、ちなみに、2人ともさ、うん、その中国製の飛行機って言われて、やっぱりなんだろう、乗って、まあ、去年ぐらいにさ、まあ、三菱が作ってる MRJ という、うん、ジェット旅客機、あれの話題やったけど、まあ、日本が作った旅客機ってだったら多分、まあ、就航した時に、まあ、別に乗るのに特に不安はないよね。でも正直さ、じゃあ中国が作った旅客機ってなったらどう思う？実際あじゃん、旅客機じゃないけど新幹線、まあ、あれはあれが、まあ、多分運用のミスだけど正面衝突の事故が以前あったよね、う
分からない、私それ知らない。 あったんだよ。でそうなんだ。しかもなんかその後それをなんかすぐ穴掘って埋めたみたいな、あ残骸を、というのがあってから、まあ、結構今でもネタにされてるんだけど、ちょっとなんか、うん、あそれ聞いたら難しいかな。で実際にではここの、このラジオの準レギュラーのスタッフのハンさんも、でも仕方ないよね、うん、昔からじゃん中国製とかさ、まあ、ちょっと中国産ってなるとみんなちょっと何も言えないよね。まあね、まあ、安いものならいいけど、まあ、ちょっと品質大丈夫なのみたいな、まあ、疑問ではちょっとはあるんだけど、まあだってあれだもん、都の中国人の、ハンさんも中国の新幹線乗りたくないとかって、あでもそれは言ってた前回、ね、中国行った時に、うん、やっぱ中国の地元の方なのに、うん、やっぱり中国が合わないっていう人が結構いたりとか、あなんか中国より日本製がいい、うん、っていう言葉はやっぱ聞いたから、うん、あなんか寂しいなとは思うよね、うん、まあ、結構そうやってし、まあ、不安に思われてるんだけど、でも最近別に、そういう事故とかっていう、うん、話は聞かないし、で今回、初飛行したその C919 という、飛行機の前に、ARJ21 という、まあ、日本でいう MRJ ぐらいの大きさの、旅客機がすでにもう初飛行して、しかももう飛んでるのね、うん、今も飛んでる、あと飛んでるというか、要はすでに商用飛行、お金を要はもうお客さんを乗せてちゃんと定期便として飛んでる、うん、で、まあ、これがね、なんだろう、まあ、国産っていうけど、大体エンジンは、GE っていう、まあ、アメリカの会社、うんうん、で、とか、あと、まあ、大体ね、主要な部品のほとんどがアメリカやヨーロッパなんだよね。で、うん、要はそれを、まあ、そういった部品組み合わせを、まあ、自分たちで設計して組み立ててるっていう、うん、まあ、自分たちで設計って言っても、その元の飛行機が中国、今までなんだろう、どこだったかな、どこだったかな、アメリカにマクドネル・ダグラスっていう会社がかつてあって、で、その航空機メーカーの、MD90 という飛行機、これをライセンス生産してたのね。でその設備を使って、この ARJ21 っていう、旅客機、まあ、こちらを作って、作ったんだけど、まあ、そういうので見た目とかもそのアメリカの、MD90 という飛行機と結構似てるらしいんだよね。売り二つって書いてたね。あ、売り二つほどではないけど。ではないんだ。うん、で実際に日本人で、わざわざその飛行機に乗りに行った人がいて、うん、それ搭乗機を、まあ、ブログに上げてるんだけど、うんうん、見たかも私、うん、そう確かに見た目はね、その MD90 に今、うんうん、似てる、うん、結構どこが違うの、まあ、外から見た目はまあ、大体一緒なんだけど、これやっぱり中は結構綺麗に見た。で、なんだろうな。まあ、さすがにエンジンとかも新しいの使ってるし、あとコックピット、操縦システムとかもやっぱり新しいの、うん、を使ってるっていうことね。コックピットのシステム、航空電子機器については、ロックウェル・コリンズという、まあ、これ結構有名な会社。これはMRJ、三菱の MRJ も、まあ、同じ会社の部品を使ってるんですね。そういうのがあって、で乗り心地とかはなんだろうね、そうこんな風に書いてある、外見こそMD シリーズのパクリであるものの、うん、内装はとても綺麗であり、非常に標準的な旅客機だと言います。スペック面でも標準的で劣る点は感じません、うんうん、特にそこまで優れてるってことじゃないけど、劣るもんでもないよね、うん、でもそれって逆にそう、こう書いてある、標準的であるがゆえに、世界の空を飛べるようになった暁には脅威の存在、今、なんだろう、
世界あの他の国で飛ぶには、まあ、その航空機の型式証明というのがあるんだけど、まあ、世界的に今標準なのはあのアメリカの FAA の型式証明、これを取らないと、まあ、やっぱりあの世界に出して出ないっていうのがあるんだけどね。でただ中国の場合は別にあのとりあえず海外に売る必要がない。中国国内で、その需要が間に合う、うんうん、あのというのがあって、まあ、そんなに、頑張って海外で売る必要もないから、とりあえず中国国内だけ で、 でただあのこれで経験を積んで今後、世界に出てくるようになると結構日本のエンバラジーにとっても、まあ、かなり強い、怖いライバルになるんじゃないかなみたいな感じですね。ちなみにあのこの ARJ21 のトイレは日本製です。トイレだけ日本製、まあ、トイレだけじゃないけどね、日本にジャムコという会社があるのね。これは何、普通のトイレも家のトイレも作ってる会社、あの航空機の航空機のような部品を、うん、いやメインかどうかちょっと忘れたけど、うん、多分座席とか作ってる会社だったかな、このジャムコって。でもちろんボーイングとかにもあの納入してるんだけど、で、この中国製の ARJ21 のトイレは日本のジャムコっていうのですね。まあ要はまあ本当普通の世界標準的な飛行機、うんうん、だからもうすでに飛んでて、なんだろうな、うん、まあ、この方が乗った時にね、後部座席ね、のそう後部座席の窓側だったのね、うん、でこの飛行機はエンジンが、一番後ろについてる、うんうん、リアちょっと写真もちょっと音がそう、うん、これうるさかったみたい。なんかエンジンのそばにあのいたせいか結構ちょっと音うるさかったらしいんだけど、そうそうそう、まあ、これは単にその席を選んだからかどうかはちょっとわからないけど、まあ、後方にいればそれなりにね、うん、音は響くでしょうね、うん、でもまあ標準になったっていうのはいいことではありますよね、うん、そう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 、うん、いいですね、うん、はい、ちょっとなんか皆さんから、うん、あドリフトダンスさんから、確かにあるかもしれませんが飛行検査厳しかったはずって、またまあ型式証明とかな。で、あドリフトダンスさんから MD は、DC 点の関係ありますよというふうに来てますね。なんだろう、 DC 点っていう、まあ、いろいろちょっと初期は問題があった航空機飛行機があるんですね。MRJ は MRJ じゃなかった、 DC 点はちょっととりあえず置いといて、まあとりあえず今のところこの中国が初めて作ったこのジェット旅客機はとりあえず今のところ事故もなく元気に飛んでるよということですね。とりあえず製造してるのは6機か、ウィキペディアでは今のところ6機らしいね。この人は上海から成都まで乗ったらしいので、うん、日本乗ろうと思えば乗れる。結構距離あるよね。もう多分結構あると思う。見た地図を見たらね、うん、だいぶ飛ぶんだなと。そう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 、大きいのにね形は。まあね、うん、多分 MRJ 座席数も結構 MRJ ちょっとだけ大きいかな、うん、気が。ああそうでもないか、同じくらいか。でもちょっとだけだよ、うん、感じだね。で、まあ、この ARJ 中国初の、ジェット旅客機 ARJ21 というのがもうすでに初飛行して、しかも、うん、お客さん乗せて飛んでるよというところで、でこの5月5日にこの ARJ21 よりさらに大きい C919 っていう、旅客機が、まあ、これ初飛行してたんだけど、まあ、どういうものかというと、例えばジェットスターやピーチとか、あと、まあ、普通に ANA や JAL とかでも737とかボーイング737とかエアバスの A320 とか、うん、ピーチとか使ってる飛行機はね、大体あれぐらいの大きさの旅客機が、中国が新たに作った C919 という、うん、旅客機ですね。まあ、これも国産ジェットって言ってはいるけど、まあ、基本やっぱ部品はほとんど海外製ですね。日本製はないの、うん、この中には。トイレとかじゃない。トイレ好きだね日本。
日本のトイレはまあすごいって言いますよね、本当に世界持ち帰るぐらいすごいか、持ち帰る、まあなんだろう、そのボーイングが作ってる最新型 の787、あれ確か3割ぐらいはなんか日本製、日本が作る、日本で組み立てる、ほとんどアメリカだね。でもね、部品自体はアメリカやヨーロッパだね、まずエンジンが、どこだかな、ちょっと待って、エンジンが、CFM インターナショナルという会社、これはアメリカとフランスの合同会社ですね、によるエンジンで、これは普通にボーイングやエアバスの、旅客機も使ってるエンジン、でタイヤはミシュラン、ミシュランタイヤって書いてある。気象レーダー、気象レーダーとか、コックピット周りの景気とかはロックウェル・コリンズっていうアメリカの、まあ、そういった系で有名な会社、これは三菱 MRJ でも使われてる、ね、時計メーカーとかではないです。いやいや、時計メーカーじゃないね、うん、で電装系がなんかハネベルっていう会社、名前は聞いたことある。ランディングギアもハネベルか、うん、着陸ギアはハネベルで、そのタイヤ自体はミシュランです。全然分からん。ミシュランは聞いたことある。ミシュラン聞いたことある、うん、それ以外分からんけど、うんうん、まあ、確かに普通は聞いたことないから、うん、フライトレコーダーが、GE アビエーションとかで、火災検知機がこれなんて会社なのかな、これイギリスの会社だね。あとはどこがあるかな、うん、中国が作ってるのは多分エアフレームってあるから、要は機体ね、機体自体が中国の会社で、あとこれどこだ、部品どこの部品かわからない、ね、あと主翼が中国みたいだね、ウィングスって外観がほとんど中国じゃない。あそうだね、そうだね、うん、で、あレーダーカバーも中国だレーダーカバーそれ考えたらやっぱほとんど、まあ、ただこれは別にこの C919 に限らず、さっきも言ったように、うん、まあ、ボーイングやエアバス、あと今日本が作ってるMRJ も、うんうん、やっぱりいろんな国のいろんなメーカー その部品とかを全部集めて、まあ、一つの機体飛行機として組み立てるっていうのはどこも変わらないから、そういう意味ではね、まあ、国産って言えるんじゃないかなみたいな、うん、そうだから実際やっぱりね、いろいろこう嫌味も言われたんだよ、これだけ海外製の部品使ってるのに国産って言えるのみたいな、でもそれはどこのボーイングやエアバスも、うん、同じ状況で、要はそれを最終的に一つ の飛行機として作り上げることに意味があるんだよみたいな感じの反論があったんだよね。でこれ見た目はさ、さっき言ったそのエアバス、これ那覇空港からだったら、ピーチやジェットスターが使ってる飛行機なの、はいはい、うん、エアバスの A320 と結構そっくりっていうんだよ、うんうんうん、っていうのが多分、今中国にエアバスの工場があるんだよ、組み立て工場、うん、多分そういうところから多分エアバスの協力もあるんじゃないかなと。で何かしらあるかもね、あるある、こんなに似るんだったら、うんうん、でよくほら中国製とかパクリパクリって言うけど、うん、でも飛行機パクるって結構大変、多分 そ, うだ、ね、そんな簡単にパクれないよね。そう、それなりの技術がないと、うん、パクるもパクれないさ、うん、今だからもうそれだけの技術力があっても、そうそう、侮れないよっていうことだよね、うん、パクるっていうより、うん、真似るぐらいじゃないかな、まあ それから日本だってね、そうだよね、パクるっていうなんかあれはニュアンスはちょっとまた違うんだろうね、うん、こう、うん、なんだ関係してる方が、うん、まあ引き継いで教えてくれてて似た形になっただけ、うんうん、ドリフトダンスさんから MRJ のライバルが増えましたねっていうふうに、うん、確かに、ま、今すぐでは多分ライバルとはならないと思うんですけど、ただこの先どうなるかっていうのは ね、うん、すぐ増えそうじゃない、まあまあ、当面はトントン拍子でいけば、この C919 も世界に向けて売る、うん、まあ、わけじゃないけどね、まあ、わけじゃ、まあ中国としてはやっぱりその FA、さっき言ったアメリカの
アメリカでの型式証明というものが取れて、うん、世界相手に売ることができれば一番いいんだけど、多分、うん、まあ、それはできたらいいねぐらいだと思う。とりあえず中国国内だけで十分なんです、うん、中国国内だけですでに500機以上もう受注が取れてるらしいので、なんかほら以前中国行ったさで、まあ、国内移動もしたけど、うん、多分日本から中国行くときは、ボーイングやエアバスの飛行機で、また上海、そう、例えば上海とかから上海や北京からまた国内移動するときは、うん、この C919 とかに乗る可能性はかなり高い、うんうん。あ、ドリフトタウンさんからですね、飛行機のトイレは日本製が一番らしいですよってことで、お、なるほど、ジャムコのトイレが一番。あ、熊本バッテン、龍神正也さんから、こんばんは、B737MAX のエンジンの不具合で飛行艇停止になりましたよねって、FAA は難しそうじゃないですかってあるんですけど、そうなんですよ、今ボーイングが開発中の、ボーイング737シリーズの一番最新型、はい、737MAX っていうのがあるのね。でこれが積んでるエンジンが、さっき言ったCFM インターナショナルという会社の、Deep1B というものね。この C919 にはこの Deep1 としか書いてないから、うん、Deep1 と Deep1 なのか Deep1B かちょっと今手元の資料ではわからないんだけど、まあ、ちょっとこのエンジン不具合があったらしくて、飛行停止らしいんだね。あ、これ最近今日のニュース。あ、今日のニュース、うん、さっき確か見た。へえ、今日のニュースっていうか自分は今日見た、この737MAX が飛行停止になったっていうのがね。そうなんだ、うん、エンジンが多分、まあ、停止に似た系統のエンジン使ってるから、ちょっともしかしたら C919 の影響が何かしらあるかもしれないね。停止して調べた方がいいよねあ、そうで、多分中国としては今はそのこの海外製のエンジンだけど、多分そのうちエンジンも自分たちで作るんじゃないかなみたいな。うん、やっぱ見まねでね、作れそうじゃん。はい、という感じですかね。ドリフトダウンさんが今日見ましたよっていうのが何だろう。最新のやつじゃない、ニュースのこと？うん、ああ、そうか。じゃない？エンジンの停止のやつだ、ね、うん、ですね。うん、この感じで、そう、ちなみに、この5月5日の初飛行をリアルタイムじゃないけど後から、見てたんだけど、その初飛行の様子、はい、まあ、その外からのカメラプラス、機内のコックピットの様子とか もうリアルタイムで中継してたんだよ。うん、中からも、うん、だから結構普通外からだったら、ね、外からだけじゃなくてよくあるけど、うん、中からも中継してて、珍しいんじゃないですか。いや珍しいって言えば、まあ、それだけ力入れてるってことだよね、その宣伝にも。なるほど、アピールをしたいってことだよね。そうそうそう。で、中国にもやっぱり航空ファンっているんだよ。で、よくみんなバズーカって言うけど、本当大砲みたいなレンズのカメラ持って、飛行機ファンがいるんだけど、やっぱこの C919 の初飛行の時もその上海のプードン空港の周辺たくさんいて、でみんなカメラ構えてから、でその離陸の瞬間のその飛行機ファンがオタクがいるところを撮った動画があったんだけど、やっぱみんなすごい歓声上げてたね。だから MRJ が離陸した時もやっぱり自分たちすごく、あ、やっと飛んだみたいな感じで、まあ、だから感動、まあ、若干涙ぐむぐらいのその感動があったけど、多分なんか中国も同じなのかなみたいな、うん、という方から、うん、でちなみに面白いのが、うん、大体空港のその前って柵が張られてるじゃん、うんうんうん、で一斉引かれてるよね。そうそう、でやっぱその柵、その金網の間からこうカメラとか通さないとやっぱ撮れなかったりするけど、うんうん、でで日本だったら大体みんな脚立とか持ってるからね、脚立ちょっとこう高くして、うんうん、よく見るか、そう、脚立、うん、じゃなくてほらフォークリフトみたいな、はあ、うん、大変だね、わざわざそれを入れること自体が大変じゃん。なんか そういうのとか、まあ、トラックとか用意してきて、その上上がって、ああ、なんかやる、なんだろうな、
めんどくさかったかな。いやいやいや、めんどくさいんだけど、あのだからそこまでやるのがすごいけど、そんなもん手配して持ってくるって、すごいっすね、うん、だってそうだから、あの要は高さ、あの高い位置を確保するために、あのそういうフォークリフトじゃないけど、まあそんな感じのもバンキーに乗ってから上がるみたいな、そう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 、で上からこうちょっと高い位置から取るみたいな、そっか、脚立とはまた高さが違う、脚立なんかの比べ物なんだ、あれそうなんだ、うん、あんな高いんだね、うん、まあ、ちょっと今手元に写真がないんだけど、でもあの中国の SNS 見てて、にも写真載ってたけどね、面白かった、そうですね、違いね、一生懸命だね、うん、まあ、その周りにあった車見たら、まあ、大体お金持ってる人たちだなんかなみたいなばっかりの車だったから、よし、一回ちょっと、CM の方に行きましょうかね、さっきの写真出そうかな、ちょっと、あ、これこれ、マジっすか、本当にパンキンですね、すげえな、見して、ん、あんな変わるの、はあ、これ空港の、あの一般人が空港周りこんなするのって大丈夫なんですか、わからん、あ、まあ、でもなんかいろいろ撮影厳しいって言うじゃないですか、上海多分あれじゃない、あの民間空港だからじゃないかね、民間とかあるんですか、うん、でもしかしたら、で、あの、ある程度その宣伝も兼ねて少々だったら、もしかしたらそんなに変わってきてるのかな、状況により切りなんですね、うん、すごいね、この番組は空撮をもっと身近に、かりゆしエア、航空ファンが集まるお店、那覇市栄町航空バーノッチフラップの提供でお送りします。はい、それではですね、今週は、中国の国産ジェット旅客機 C919 を中心に、中国製の航空機について、お届けしております。そうそう、何を話題にしようかなと思ったのかなと今、うん、まあ、ちなみにこの C919 の、 あの名前の意味っていうのこれ一応あって、なんだろう、まあ、C はもちろんあの中国、チャイナとか、あと、これを C919 を作ってる会社の頭文字、コマックという会社なんだよね、うん、頭文字で、一つ目の Q っていうのが、なんで言う、天頂、これ日本語でそのまま読んだら天頂地球とか言うのかな、あの天地と同じく物事が永久に変わることなく続くことみたいな らしくて、はあ、中国語で Q っていう発音なんだっけ、長だっけ、うん、まあそういう意味が込められたらしいね。で残りの19、あの19は、客席数が190席っていう意味があるらしい、そうで、これをもとに今度はC929 というのも実は今開発中らしくて、要はこれ290席の大型機らしい。でもさ、問題はこの C919 は多分あの中国国内で、まあ、その今とりあえず今500機以上受注があって、まあ、それだけで多分足りるんだけど、この C919 より大きい C929は中国国内だけだとちょっと売るのは大変なんじゃないかなと、あんまり数が出るものもないんだよ。昔はやっぱその大型機で、ガッと運んでたんだけど、今逆に小型機でもとにかくたくさん路線飛ばすのが結構主流で、実は中国も行った時ほら、新余の空港小型機ばっかりだったよ、うんうん、大型機ほとんどいなかったよ。上海はさすがに大型機いっぱいいたけどさ、なので、大型機は中国国内だけでは多分さすがにそこまで売れないんじゃないかなと。で、もし大型機今作ってるけどそれ売ろうと思ったらやっぱり
あの世界に乗って売らないと、うん、となるとあのやっぱり、FAA の型式証明アメリカのですね、あのそれが必要だし、で型式証明取ったからって売れるわけでもないですね、やっぱ、うんうん、やっぱりちょっと最初に冒頭話したようにやっぱりその中国製大丈夫なのかなみたいなイメージもある、うん、でその中国に対するそのブランドイメージだけじゃなくて、やっぱり新参者が入ってくるんじゃなかなか大変なんです。急には馴染めないよね。もうだってもうすでにボーイング、エアバスってあって、ね、当たり前のように同じものがいっぱいあるし、ね、でそこに新しいの入ってきても例えばまあ今までと整備の仕方も変わるし、うん、使い方も変わってくる、うん、で全然違うと思う。そう要は新しいあの飛行機導入しようと思ったら、お金も余計かかるわけで、うん、でそれに対するなんかメリットがないと要は値段が安いのか、もしくはサポートもちゃんとしてくれるとか、うん、一からになるしね。あと、まあ、そう、ね、一からになるからね。だからなかなかあの大変だと思うけど、まあでも、今すぐに需要があるわけではないかも。でもあれだよ、もしかすると今度、今結構中国なんだろう、例えば今どっちかといったらそのアメリカ主導 の, その世界で、うん、ヨーロッパ主導の世界で中国は中国で自分たち主導でこう仲のいい国、まあ、友好国とか結構今作ってるんだけど、そういうところから売っていくかもしれない、うん、っていうのもあるから、まあなかなかねこう、まあ、中国だからというような感じで、うん、見てたら、まあ、そのうち痛い目見るんじゃないかなというのが、うん、あるかなという感じですね。まあ、実際てか本当これがあの飛び出したらちょっとこれ乗ってみたいね。やっぱりそうだね、乗れる範囲まで来てくれたらね。まあいやこっちには来てくれないけど、またまあもうちょっと、うん、そうですね、自分の場合やっぱ中国の内陸まで移動する、あの機会が今後出てくるから、なんか上海から先で多分乗る機会は出てくると思うんだけどね。その時はちょっと乗ってみたいかなと。ドリフトタウンさんから、まあ、飛行機売るには、性能、燃費、時代に見合ったニーズが必要になるんですよということで、そうなんですよ。大事なこと、性能と燃費だけじゃなくて時代に見合ったニーズ、そうで今の時代に見合ったニーズっていうのが、多分小型、まあ、小型機でこう短いところバン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 飛ばす、もしくはその中型機、程よい大きさのやつで長距離飛ばすっていう感じね。で大型機の需要というのはあまりないの。ちょっとこの、中国の旅客機の話とはずれるんだけど、まあ、今世界を二分する旅客機メーカーボーイングとエアバス、まあ、それぞれ別の考え方で飛行機作ってるよね。エアバスはなんだっけ、ハブ&スポークっていう考え方で、まず大都市間、まあ、ハブ、まあ、中心地、うんうん、になるところを、例えばね、この近隣で言えば例えば東京とか中国の北京、上海とか大都市間を超大型機で運ぶ、でその大都市から今度は小さい都市に小型機で、運ぶ。では、ハブとスポークっていうのは、まあ、そのタイヤの、あれ、自転車のタイヤ、その中心からこう、針がいっぱい出てるでしょ。あんな感じの、で、要はその、ハブとスポークの関係ね。大型機と小型機をこう、組み合わせて、飛ばそうという。で、その考え方で、超大型機の A380 と、まあ、小型機シリーズ、A320 とか作ったんだけど、まあ、作ってるんだけど、で、ボーイングの考え方っていうのは、もう、そういう、ハブじゃなくて、ポイントトゥーポイント、例えばこの那覇からだったら、今例えばこの那覇から、そうだ、那覇は結構直行便出てるから、そうだね、なんか例えないかな、まあ、ちょっと小さい地方都市からどっか地方都市行こうと思ったら、宮古島とか、あそうだね、宮古から久米島とか、うん、まあ、そうだね、行こうと思ったら、宮古から一回那覇に来て、那覇からまた乗り換えて久米島、うんうん、行ったりとかしないといけないよね。で、じゃなくてもう宮古から久米島まで直で行けるように、うんうん、でも、そういう需要って結構小さいわけさ、うん、なのでちょ大型機じゃなくて小型機、中型機とか小型機作って、で直接行けるように、うん、で要はポイントトゥーポイントっていう、
そういう考え方で例えばボーイング787みたいなあの程よい大きさで長距離飛べる飛行機っていうのを作った。で今時代 のニーズっていうのがどっちかというとそのボーイング のポイントとポイントの方に動いてるっていう感じなのね。まあ、これがあの単純にあの空港の処理能力が上がったっていうのもあるんだよ。昔はやっぱりその時間あたりにその飛ばせる航空機っていうのがあの、まあ、数が多くなくてで、大型機でやっぱりいっぺんに運ぶ方が良かったんだけど、だんだんその時間あたり飛ばせる、量っていうのも増えてきて、まあ、限界はあるけどね。なのでその小型機をいっぱい飛ばせるようになったっていうのもあります。熊本バッテリー新人雅也さんからFAA もボーイング社に対しても厳しくなってますよねって。 FAA 監査で不具合見つかると1件あたりに罰金もあるみたいですと。おお、罰金、罰金、うん、まあ不具合だねごめんなさい。いやいやいや寒くないここ。いやむしろ暑い。本当に、ね、俺があのずっと喋ってたから暑い今今大丈夫、今大丈夫、今大丈夫、OK、という感じですね。まあ機会があれば本当これはちょっと乗ってみたいですね。ちなみにその初飛行する前とか結構その上海の空港を使って、滑走試験とかやってたの、ずっと。まあ、そのせいで結構民間機が欠航してる民間機結構たくさんあったらしいの。で、まあ今こうやって国産旅客機を試験してるからご理解くださいねみたいな感じのアナウンスがあったらしいんだけど、まあ多分日本でそんな試験飛行の時はパイロットだけだもん乗ってるの。まあ、パイロットが他にいろんな検査する人じゃない。いやでそれを関係の人まあそれ試験飛行するのはいいんだよ。いいんだけど、うん、じゃあそれをね過密してる上海の空港でやるなよと。まあ、どっかちょっと忙しいよね上海。例えばその MRJ とかは小牧県営名古屋空港、まあ、あそこは、まあ、言い方悪いけど暇な空港でやってるわけね。例えば要は那覇空港で新型機の試験をするようなもの。厳しいね。そうそう、新型機だったら、まあただ飛ばせばいいってもんじゃないからやっぱり十分安全対策とかしないといけないと。でそれを忙しい空港でやるなよと。そうですよね、うんうん。まあ、だからこの C919 とか上海、その上海プードンでやってるからいやよくやるなと、まあ、そこら辺やっぱ中国みたいな国は結構、うん、やりやすいのかなっていうね。そういうところ日本だったら絶対批判されてるそんなことしたら何ですかね。はい、なかなか。ちなみにそうだ、さっきこの C919 ARJ21 のコックピット、まあ、結構最新コックピットは外からの見た目は、まあ、ちょっと古い MD90 と似てるけどコックピット新しいよって言ったよね。でこの C919 もエアバスの A320 と似てるってけど、まあ、コックピットはもうやっぱ新しいものって言ったんだけど、そのこの ARJ21 と C919 コックピットをそのパイロットが飛行機操縦する上で重要なる操縦桿がちょっと違うんだよ。C919 はエアバスとかが使ってるスティック、普通よくみんなが思うイメージする操縦桿、飛行機の操縦桿ってこうやって持つ、はい、うん、ハンドルみたいな感じ、ちょっと両手で持ってこうハンドルのような、いいの真ん中がない感じそうそうそうで、ボーイング社の飛行機とかで、あとこの中国が開発してもうすでに飛んでる ARJ21 とかはこの操縦桿なんで、今回初飛行したこの C919 とかエアバスの旅客機はサイドスティックというこの横にあるこのスティックで操作するんだよ。コントローラーキーみたいな、うん、いやコントローラーじゃない、こう本当のスティック、うん、スティックを操るタイプです。後ろに引いたら上に上がるみたいな。まあまあそうね。なんかこう両手でこうまあ。これ回るの？まあ、いやスティックだからね。中心に回したり。終わった飛行機回る。とんでもないこと。という感じですね。はい。このどうかな。うん。
と思ったらもう時間残り3分か。そうだな、あっという間だね。はい、てか次の週てか、再来週か、うん、テーマ何にしようかねとかって思うんだけど、なんだろう、なんかある、うん、最近結構仕事忙しくてネタを考える暇もないわけじゃないけど、ね、頭がね、やっぱ、うん、先週言ったように今ちょっと新しい仕事の方あのに脳みそ使ってるから、なかなかね、はい、脳みその余裕がないんだよね。だからそのリスナーさんからなんかこういうネタみたいなあったら、やってくださいっていうのがあれば、うん、募集ですね、うん、できますね。ドリフトダウンさんからサイドスティックイコールボッコみたいな感じですよ。何ボッコって。だからなんだろう、ボッコって。だから方言。いやいやいや違う、それは違うでしょ、分からんけど。まあそ、何か、ネタとかこういうのやってほしいよっていうのが、うん、あれば、まあ、メールちょっと見れないから、僕宛にツイッターとかでなんか送ってきてもらえれば、見れますので、はい、うん、という感じですかね、うん、どうしよう、なんか残り2分を何喋ろうみたいな。さっきのあれ、例えば、沖縄来たら太るよみたいなのとか、まあ、もしくは台風ネタ、台風会社によっては休ませてくれたり、ね、台風の日に自分出勤させられて、うん、大雨の日には休ませられたんですよ。逆ですよね、普通。まあね、普通ね。あ、だからどっちも休ませてほしいんだよ。そうなんですよ、なぜかそういう、うん、龍神マサヤさんからエアレース系のネタもいいかもですねということで、あ、そうですね、来週とか、うん、再来週だったらエアレースとかもいいかな。エアレースでも俺がね、まあ、飛行機のレースだよ。あ、まあ俺があんまりねちょっとよくわからんかったりもするからね。難しそうだね。まあ、なんかいろいろちょっと考えようね。うん、まあ、今回ちょうど、まあ、C919 に関してはまあ、旬なネタでもあるけど、うん、まあ、じゃあちょっとそろそろ締めましょうかね、残り1分だし、うん、はい、ごめん、ちょっと見して。あ、あゆ私、うん、はい、この番組は空撮をもっと身近に、うん、タリウシエア、航空ファンが集まるお店那覇市栄町航空バーノッチフラップの提供でお送りしました。はい、それでは、皆さんこの後も、FM ギノワン、を引き続きお聞きください。皆さんさようなら、お疲れ様でした。お疲れ様です。さようなら。というわけで、私も電波にはなってないから、お疲れ様でした。お疲れ様でした。中国共産党の犬でーすで。やめた方がいい、あんまり言うの。冗談。本当にいいと思う。分かる分かる。大丈夫。いやだから電波に乗せないよ。大丈夫、ネタで3分くらい。冗談通じないところに言うわけ。それでは例えば与那嶺氏とか台湾民進党の犬でしょうかね。それは中国共産党。